ク名ナ成は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。長祖壁氏の家臣。後に、東道氏の家臣となる。長祖壁家臣時代は、土佐国中村城代。意味名は別に数高。通称は、ヤジベで、ク名ナヤジベの名の方が知られる。ク名ナ家は、演祖は、伊勢兵士の所流にあたり、元は、伊勢国ク名ナ軍ク名ナ座との出自で、 地名から桑名を称したとされる。長祖壁家に仕えたのは、戦国時代の初期に桑名単語神が土佐に来たのが始まりで、元親の土佐平定に功績を立てて、桑名、久武中内の長祖壁三家老の位置に列したとされている。吉成は桑名茂貞の弟、東蔵人の養子で、義重形帝に桑名近光、桑名平衛門、桑名新章がいる。ジップは、 中内東左衛門。吉成は、父やおじらと、元親の四国平定に貢献し、それらの功績を評価されて、天正期に中村城代に任命された。天正十四年、豊臣秀吉の命令で元親が、九州征伐に出陣した際には従軍し、12月の、突撃川の戦いにも参加するが、島津家久の前に大敗し、元親は命からがら逃走する。 この際、吉成は、軍を薄気において落ちむしゃがりにあった元親を、守り抜いて、長我壁軍の撤退に貢献した。元親は、吉成の働きを高く評価し、慶長4年に、元親が死去する際、後継者の上心に対して、吉成を先手とせよと遺言,言したと伝わる。上心にも使え、慶長5年の関ヶ原の戦いで、上信が、 西軍に属して敗れ海役になると、家臣の中に海役を受け入れず老女を主張する者が相次いだ。吉成は抵抗しても無意味と悟り、自らや長祖壁家に、ゆかりのある僧侶を使者として送り説得にあたり、領地と城の接収に尽力した。吉成の政治的、事務的な手腕は、当軍方の諸将の間でも高く評価され、上心の兄、津の地方だと懇意にしていた。 東道高虎はその手腕を認めて二千国で吉成を召し抱えた。ただし、東道家の家臣となった時代の吉成の自責はほとんど不明である。慶長二十年五月、大阪夏の陣、八尾の戦いで、東道軍の一員として参加し、かつての主君、長祖壁森地下の軍勢と戦って壮絶な戦死を遂げた。主君と槍を交わすのに忍びず、自ら敵中になだれ込み、 自殺したとも言う、ありがとうございます。